どうも、この村の村人の一員のトムです。今回も農業の作業を頑張っていきたいと思います。というわけで、いつも通り行ってみたいと思います。It's crazy。うちの畑めっちゃ荒らされてる。Amazing。これ下降りたらいいんかな、下降りたらいいんかな。しょーっ、ちょっと待って、それはないやろ、それはないやろ、それはないやろ、いい、それはないやろ、それはない、いやー、また来る、あー、ちょっと待って、あー、木の剣なくなった、木の剣なくなった、やばい、あー、これは合わないやろ、これはないやろ、とことん諦めないのが切なケースのいいところです。あら、あ、ちょっと待って。こんなところでカップリングとかダメしよ、なしよ。スケルトンカップリングとかなしよ、もう。なんか、まだ穴ができとってそっから落ちたんやけど、落ちてよかったんこれ。イエス。カンアズパン。なんか落ちすぎて、なんか落ちていいとこかわからんとこまで落ちてしまった。てか、やった、弓手に入れた、やった、剣なくなった状態じゃかなりありがたい。とはいえ上によ登れない、これは全身あるんだみたいなしか考えない。あ、食料食ったかな。じゃがいもと人参が集まったんだから、カレーのルーが欲しいでござるな。よっしゃ、行きますか。いるのか、敵に注意せよ。怪しいのがありますね。これは何です、これ何です、調べれんのかい。ならいいや。なんだ、なこれ、ゴール、 Do you try? ゴール、え、ゴールなの？そしてこっちは言うてないなの？え？ゴールと言うとない。なんだって？右に行けばもう元の世界に帰らせてもらえるというのか。だがね、ここはグダグダマインクラフター俺だよ。旅は道連れ、岩は情けっていう言葉あるよね。今使う状況の言葉じゃないよね。というわけでね、僕はね、遠回りが好きなんだね。旅人だからね。行ってきまーす。いやー、スイッチがあるね。ポチッと押すね。閉められたね。ポチッと押すね。入るね。入りきれないね。何してんの俺。入る。オッケー。何今の。怖いんですけど。なんかあったんこれ。これ普通に進めばいいじゃん。わ、また分かれ道だ。と思ったらこんなとこ、何これ。ロックアップ。え？ロックアップ、上を見ろ。
なんのこっちゃ、なんのこっちゃ何がロックアップじゃ、何がロックアップじゃ、暗いだけやで、暗闇が広がっております。なんなんそれお前は何のガイドしてんだ上を見てください、闇が広がっております。だから何プッシュってある、え、プッシュ、だからこれはなんか違うぞ、5時な気がするぞこれは。いや5時じゃないんか、プッシュって書いとってびっくりマークか、ちょっとびっくりした、プッシュって何なんだこのアニメだもん、このびっくりマークが、プッシュん、スポーン地点変更されましたって出ましたけど、何ですかねこれは、何かあるんですかね、気をつけろ、どっから敵が来るかわからんぞ、てかどこに行けばいいかわからんぞ。クラッ、そりゃ村人の家に手が当たったな、あいかっぱらっておけばよかった、ここに行ってもいいか、こいつは何かある、なんか色違う、なんか色違うってこと、ちょっとじゃね、やったけど弓、いやでも耐久力高い方を選べるんやっけ、ありがたいし、何より矢が多い、やっと、待て、接近戦ダメ、接近戦、あ、倒した、よっしゃー。あー、ちょっと待って。俺、矢での戦いそんなに慣れてない感がある。そもそも、こんな狭いところに入れられて接近戦を目指されたらちょっときついな、俺としては。こっちもよく見たらチェストとかじゃないんか。よっしゃ、行ってみますか。こっちは？こっちは特に何もなくて、こっち。こっち！あ、まだ湧いてる。湧いてるんじゃない？こっちは来た。やばい、迷路になってる。これは迷路ですよ。迷路苦手なんですけど、物覚え悪いから。どっち行ってるか分からん的な感じで、ようあるもんね。こいつはある。これ絶対当たるやん、絶対。やばい、やばい。なんかスイッチある。暗い。ドンとビー暗い。よいしょ。なんか来ちゃったけど。ちょっと待って。なにこれ。ちょっと待ってや、こら。どこでもドア並みの場所の転移能力やないかい。ゾンビ来てるし。くそ。だから俺は矢での戦いは慣れてないんだって、ゾンビに、ゾンビのニケット。どうすればいいというのかい。よっしゃ。ご都合主義じゃ、こら。あっ！ははははあれ真ん中これかな、真ん中これだかな真ん中これかだ、これだかな、何これ。124、はいはい、124ですね、124。何が言いたい押したら真ん中これだ的な感じでないか、おかしいよあれだね、俺はここにいたんだね、石くれた、何のためか知らんけど、ちょっと待って、いろいろ大きすぎて何が何だか分かりませんよ。まあ、意思があるんだったら道は作れるけど。何これなんかゲームの趣旨がわからない。ゲームの趣旨っていうか、クロノス界の趣旨がわからないよ。襲いかかってくる。構えてる。俺の来てるのを待ってる、こいつ。行きたくないけど行くしかない。あー、落ちろボケ、よし、バイバイ、まだね、こうしてお前もボケ、あ、落ちない、よし、前進、ほらボケ、よし、いいよ、あっ、こいつ登ってきた、危ない、落ちろ、おっしゃー、あれやな、ここはいや、いらんな、よっしゃ、進め。まだ石くれた。あー、グリーバードが来てる。あっ、あー、ちょっとどっから撃たれた。あー、ブラー。まあ、こんな時もあるよね。てか、俺はどうやったらこの世界から出ていけるのかわかりませんが。この缶が撃つ。缶が撃つ、つばん。あー、落ちとけ。落ちろっての。耐えてんじゃねえよ。耐えてん、あー、落ちる。俺が落ちる。うわー、ブレー。
ここクリアってことにしとこうか。クリアでいいんかわからんけど。あースパイダーとクリーパーが同時に襲いかかってくる。よいしょ、ナイスクリーパー。味方をというか敵の他の敵を吹き飛ばしてくれる。ナイスクリーパー。というかこの状況厳しいんですけど、クリーパーもう一回。今のはナイフじゃない、変質じゃない。ジョークしただけ。わあ、ちょっとスケルトンのがダメでしょ。こんなところでスケルトンのがダメでしょ。やめて、こういうところでスケルトンとかやめて。あいて、いやこれどうしようもないよ。あっ、危ない危ない。縦に戦ったら何とかなる。前進前進、よっしゃ、落ちた。やった。次こっちね。あー、クリーパー、ここで死んでられない。よっしゃ、落ちた。怖いなこれ。何これ。I'm give you item。 アイテム売れる。意識がくれんかった。あー、ちょっと待って。ブラー。瀬戸田圭介が落ちる運命だったって何だね、てめえ。ひでえゲームだよ。ひでえよ、この世界は。運命とか決めてんじゃねえよ。でも楽しいな。楽しいな。この下側になんかあったような。オイ入れるんかな、これ。置いてみようか。よいしょ。あーあーブレー。これも運命なんですか。それより真ん中のこれは何、そして下にもあるこれは何、関係ないんかな。ほっ、俺レッドストーンとかいつもより口に入れてる。124、よし、一瞬全部入れてやったぜ。感謝しな。はあ、はあ、まさか124で一瞬124個入れろってことかい。無理言うなベーベー。石なんか持ってないぜベーベー。そんなに石持ってないぜ。だいたいどうやって入れるんだベーベー。じゃがいもとかを入れたらどうなるかっていうのを試してみたいっす。じゃがいも投入。ん？え、ちょっと。え？え？ここ、入ったところ？土管？ドカンって言っていいか分からんけど、もう未だに。ドカン？え？え、俺の家や。カボ写真や。俺の作った橋や。え？帰ってきた？はぁ、なんか帰ってきた。帰ってきた。ほら、俺の作った畑。そして、マモルくん。帰ってきたよ。マモルくん帰ってきたよ。帰ってきましたよ、マモルくん。おい、マモルくん、ちょっと、マモルくんの、お前、どこ向いとんだ、お前。お前、主人が帰ってきたんぞ、お前。え、どこ行っとったかってわからん。わからんけどさ。なあ、マモルくん帰ってきたんよ。うん。何度か無事に帰ってこられたけど、なんだこれ。結局これは何だったんだろう。そして俺はどこに行っとったんだ。結局わからんじまいでないけど。そしてあの声は、あの声の主は何だったんだ。誰だ、誰なんだ。俺のことを知っているというのか。わからん。ところで、これ、今入ったらどうなるんだろう。入ってみますか。ドステープ、ドステープ、あいていてつ、あいていてつ。
何も起きません。無事に帰ってきたか。今回は運が良かったみたいぜのう。だが、次はどうぜろうのう。